第3番札所コンセンジ。こんにちは、アチャロアートです。今回の動画は3から5番札所と徳島のキャンプ場で出会ったチワワ犬タミーちゃんとの出会いの物語です。観音堂の横の小さな祠に黄金の井戸があります。今でもこんこんと湧き出ているそうです。井戸を覗き込み、はっきり顔が映ると五丁目だと言われているそうです。第4番札所第二地寺。ここ本堂と大師堂をつなぐ回廊に安置しておられるのが西国33箇所観音霊場木彫像です。圧巻です。1790年当時の大阪堺の信徒が中心となり奉安されたと伝わっております。ご本尊様とお大師様に手を合わせた後向かうのが農協所です。ここで御朱印をいただくのですが、四国お遍路では御農協をいただくと言います。第5番札所地蔵寺。前回の動画で登場のバイク乗りお遍路さんの座右の銘、死ぬこと以外はかすり傷。この言葉がね、ここ5番札所で生きてくるんですよ。ここで境内の石畳の上に携帯を落としちゃってカバーガラス割っちゃったんです。ショックだったんですけどね、この言葉思い返して書いて笑えてきたんです。本当に出会いと言葉に感謝ですね。御朱印の際いただくお札にお寺ごとの御栄華が示されています。御栄華とはそのお寺を称えて読む歌のことだそうです。六道の能下の地蔵大菩薩、導きたまえこの世後の世。六道とはあの世に送られる際、地獄、餓鬼、畜生、修羅、人間、天上の6つの世界を指し、自分の師となるお地蔵様、菩薩様、この世もあの世も輪廻転生する際に幸せな世界に導いてください、そういった意味があるそうです。じゃないもんね、帰ってる。ここ入れんのですよ、ほんまに。あ、もうすごいです。縦取りで行けるの、縦取り。特にあのコロナがあって、やっぱりキャンプブームになったじゃないですか。あ、そう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 。これから本番の前に。なんかおすすめのとことかありますか。おすすめですか。香川県でおすすめだろう。終わるんやろね。もうほんまにこう、皆さん言うたらもううどん屋ぐらいしかないんですよ。あ、うどん屋ですか。香川県って。タミくん、タミくん。夜中にこっそり抜け出していくんですよ。本当に朝からこっそり。なかなかあれですね。なんかあると思ったら。ないな。ちょっと怖いですね。車多いとことか。そうですね。疲れたら。っていうかね、怪我したらね。ちっちゃすぎるもんね。あれですよ。なんか誘拐される。海のなんかリス猿みたいな。ちょっとあのスターウォーズのヨーダみたいな。あ、そうですそうです。ね、そうですよね。もうそんな感じですよね。うん、耳でかーって。そうだ。かわいい。でもワンちゃんいたらみんなね、話しかけてくれるから楽しいですよね。そうですね。うん、絶対そう。かわいい。結構地方ほんで気象が激しいんですよ。あ、わからないんだね。向かっていこうとする。めっちゃ行こうとするけど、それだけが心配なんですよね。穏やかですよ。だから私も、あ、吠えられへんとか思って。他の犬がおったらめっちゃ対抗意識燃やすんですよ。あ、犬同士はね。で行こうとして、お前負けるけど、やめときまえ。負けるんで、あ、すごい。キャー言うて終わるぞ、って言うて。めっちゃ闘争心だけは強いって。ライバルを見つけたら、すんごい行こうとするんですけど。この子があれ、あれ初めてですか？違うんですか？いや、今までこう、ポメとかいろいろ。あ、ポメね。ポメ、かわいい。通ったんですけど。ポメもね、かわいいですよね。知り合いにブリーダーさんがおって、お茶なんですけどね。その人に、いや、また、
ゆくゆくは僕落ち着いたポメ買いたいんですという話をしたら、もうそのお茶が、おととしぐらいに亡くなられたんですけど、亡くなる前に、この子を引き取ってくれんかって言ってくれて、ポメちゃうけど、みたいな。運命の。その人からずっと犬を、ポメを譲っていただきとったんですけど、ねえ、やっぱりね、でも最初寂しがってたでしょね。そうですね。ねえ、なんでみたいなね。え、何さんっていうんですか、お父さんっていうか、あ、僕は山本です。山本さん、山本さん、山本さん、なんかすごい色合いが一緒です。それは、あれなんですか、あの、地毛なんですか。地毛です。いや、どっか。クォーターです。嘘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 ですよ。コテコテの日本人です。嘘です。あと、揃えたんですか。あの、バーバーションで。そう、そうなんです、そうです。それで。なるほど。え、絶対クォーターでも、なんか、オランダとかでしょって言われる。アメリカとかじゃなくて。ねえ、マジっすか。バーバーショップ、あ、じゃあ月曜日ですもんね。そうなんです。それで、この日曜日の晩にこうやってちょっと来て。なるほどね。そうです、そうです。ねえ、いろいろね、コロナ時期だ、いろいろ大変でしたよね。そうだと思う。答えましたね。ねえ、どんな日本になるんやろって感じでしたよね、これから。ヒゲとかもおしゃれでも、ここもこう、あわあわ塗って脱色っていうか、染めがあるんでしょ？ねえ。すごいな。ちょっと塗りすぎて今回負けて、あ、ちょっと痛い。ちょっと下みたいになったんですけど、本当、でも、そこまでね、ヒゲまだあんまりしないから、しはる人いますんですか？いや、一般の人にはやっぱせんですね。そうですね。やっぱりなんかやっぱいかんので。はい。一般の人には やって言われても、あ、そうですか。やっぱ断ったのが怖いですよね。あ、後で、あの、負けはるっていうかね、やっぱ慣れてなかったら。負けるんで、絶対。負けるんで。ついんで、役に。あ、ですよね。眉毛もね。もやりすぎて、ちょっと、やけどしたみたいになったんですけど、痛いですね、たられて。あっちゃー、思って。ね、でもなんか似合ってますけどね。へぇ、本当になんか、外国の人みたいになりますね、全部やと。だって頭だけでね、あと黒いでしょ、はい、まあ、確かにそうですね、皆さん。あれ、コンピラさんってカバーでしたっけ？あ、そうです。ねえ。コババの。のちのちレポート。ハンコでしょ？確かにコンピラさん、そうそうですね。コンピラさん、今、結構香川というか、その、はい、あれ、水戸よいう方、水戸よだったかな。水戸よ。もう秩父ヶ浜いうとこがあるんですけど、はいはい、そこ結構なんか、今若い人だとか年配の方でもそうなんですけど、海岸がその綺麗な色でインスタ映えするすごいブームにはなっとるみたいですね。あの夕日とか朝、え、何、うん、そんなのすごい綺麗な色でインスタ映えるじゃね、みんな写真撮りに今、ね、すごい力はめとるみたいですね、観光として。こっち、そうか、コンピラさんは階段がちんどいから。ほんまに、もう家系言うたら多分5秒いかんと思います。ねえ。子供の頃遠足とかで、やっぱ香川県だと行ったりしよったんですけど。ねえ。香川やったらどこでもあれですか？うどんは美味しいんですか？いや、あのね、まあ美味しいとこもあるんですけど、はい、平均美味しいとは多分思うんですけど、はい、はいはいはい。どっちかというとやっぱ西、高松から西がやっぱ多いですよ。名店って呼ばれるようなの。行列ができるような。みんな行列してるんや。穴場的なとこはよくあるんですけど。やっぱり、1日限定とかあるんですか？何食とか。そんなことはないですか？いや、ほんでもやっぱ時間が多分短いですね。大抵、セルフのお店で言うと短いです。大抵もう、もうなくなったら。3時にはもう閉まって。終わるんですよね。オープンは11時ぐらいで。うどんがなくなったらもう終わりみたいな。そんな感じですね。なちなちレポート。そうですね。まあ、地元の方は多分並んでまで食いに行ってるのはと思うんですけど、あの、並んでる人はみんな。めちゃくちゃうどんブームが一時あったんですか？ありました、ありました。本当にありました。あれ、麻生さんの時だったんですかね。高速道路が
千円かなんかで、はいはい、あ、いや、そう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 、あの時がすごいブームになってて、あ、懐かしい、ありましたありました、あのみんなすごいなんか、はあ、ブームがうどん屋さん一気に増えたような気しますね。うどん王国っていうのがね、ブームになりました。めっちゃ可愛いゆうちゃか、タミーくんめっちゃ可愛い、お前なあ可愛いわ、動物っていいな、楽しいですよね。なんか痛みこいたら寂しくないですよね。相棒ですよね。ほんまですね。でかっ。あ、あの大きいからね。ね、あのおしゃれな犬多いですね。私も高速道路のとこで見ましたよ。なんか散歩。あんなでも立ち向かっていかはる。さすがにおいかないでしょ。これ何言う。あ、行きそうになってる。ちょっとちょっとリアクションしたら。チャレンジしてめっちゃ見てる。大きいっすね。あれ。ほらほらほら。怖かったから。興味を示すけど怖いっす。ほんまにちっちゃいっすけど。めっちゃ興味を示すんす。ほんま勇敢や。尻尾を立たんとけ多分。あ、ちょっと隠れてる。怯えながら。なんか気になるんでしょうね。お店の名前とかあるんですか、 なんかあるんですか。店の名前ですか、はい、バーバーグリースです。かっこいい名前。言えときましょうか、なんか、はいはい、ね、ちょっとスペルがわからん、言いましょうか。グリース、はい、あー、どういう意味なんですか。まあ、言うたグリース言ったら油いう意味で、まあ、ポマードとか。僕は50年代が好きなんで。はい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 、50年代、なんでそういう意味の。あ、グリースパシッとこう。そうそうです、ね、そう。リーゼントとかポンパドーとか。そうですよね。ああいう A ちゃん時代とか。そうそうですね。もうほんまそうですね。リーゼントとか見ないですもんね。今ね。少ないようになりましたよね。もうちょっと減りましたね。あ、昔って結構いたんですか。多かったですね。これそういうやっぱライブハウスとか結構多かったんですよ。おしゃれ系はもうああいう感じでね、バシッと決めるのが普通だったんですけど、もう芸能人とかしか見たことない。普通にいましたよね。いましたね。いました、確かに。このビングハッピーツギャザーは一緒にいると幸せとこ、ワンちゃんとのイメージですね。はい、今朝できました。そうですね、そういうのあるんですかね、確か。タミー、タミー&下の名前は、僕は翔太郎です。あ、翔太郎くん、すごい、はい、いい名前ですね。昭和の名前です。これ完全な、完全な昭和の名前です。そのギャップがおしゃれですね。微妙ですけどね。なんかヘンリーとかじゃ、ヘンリーって感じだけど。微妙ですけど。翔太郎ですか。え、普通に、うー入れます？翔太郎になります？今のローマ字書けた翔太郎なんですよ。多分でも翔太郎ですよね。ローマ字書きなんか僕、翔太郎。翔太郎になってしまうんですよ。ローマ字書くと。そうそうそう。ねえ、なんか面白いですよね。はい、太郎、かっこいいですね。それはそれで。太郎、タミー&翔太郎、かっこいい。今日18日ですね、4月。